米国男子 RBC カナディアンオープン事前情報ハミルトン G&CC カナダ 7084YD パー70120年の歴史を持つカナダのナショナルオープンが30日木曜日に開幕するオークデール G&CC で行われた昨年ニック・テイラーが69年ぶりにカナダ勢として母国タイトルを獲得 今年は実に1914年以来、実に110年ぶりの同国出身選手による、連覇がかかる。トロント近郊のハミルトン G&CC での開催は2019年以来5年ぶり。同年大会を通算22アンダー、後続に7打差をつけて優勝したロリー・マキロイ、北アイルランドは、コロナ禍での2年にわたる中止を経て、 セントジョーンズ G&CC での22年大会まで2連覇を成し遂げた。昨年は9位で史上初の3連覇を逃した。メジャー第3戦、全米オープン、ノースカロライナ州パインハーストナンバー2、鬼週後に控え、156人のフルフィールドにはマキロイラトップ選手もエントリーした。マキロイとペアで団体戦、チューリッヒクラシック。 おせしたシェーン・ローリー、アイルランド、全米プロ、で優勝争いを演じたサヒスティーガラ、前週、チャールズ・シュワブチャレンジ、からに連勝がかかるデイビス・ライリーも出場を決めた。トミー・フリード・ウッド、イングランド、は昨年、4ホールに及んだプレーオフでテイラーに20メートルのイーグルパット、18番パー後 を決められて悲願の PGA ツアー初勝利を一した悔しさを忘れていない。海外の競合をコーリー・コナーズ、アダム・ハドウィン、テイラー・ペンドリスらが迎え撃つ格好。9月に米国選抜との対抗戦、ザ・プレジデンツ・カップ、ロイヤル・モントリオール GC をホストする世界選抜のマイク・ウィア首相も選手として今大会を戦う。 日本勢はルーキーの久常梁が出場する。まずは2試合ぶりの決勝ラウンドを戦いたい。主な出場予定選手、ニック・テイラー、ロリー・マキロイ、シェーン・ローリー、サム・バーンズ、アダム・スコット、コーリー・コナーズ、トム・キム、サヒス・ティー・ガラ、デイビス・ライリー、トミー・フリートウッド、ニコライ・ホイゴ号、久常梁、